はい、こんにちは、夏林です。今回はですね、皆さんにこちらのギターのおもちゃをね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけども、こちらお名前がタッチギターと呼ばれるギターというかおもちゃで、文字通りこうここら辺をね、まあ、タッチするだけでこうギターが弾ける気分が味わえる、そういうギターおもちゃになってます。対象年齢としては本当に子供向けですね。幼稚園児とか小学校低学年ぐらい、それくらいをこう対象としたものなんですけども、意外とねちゃんとギターをしてる部分っていうのもあるので、結構まあそれを買い与える親御さん、もう割と食いつくんじゃないかなと思うので、こちらクラウドファンディングでね募集してる段階なんですけども、だいたい2万円くらいのものです。早く申し込めば申し込むほど早割も効いてくるので、早めに、はい、チェックしてほしいなと思います。まあ能楽器はさておき、実際使ってみましょう。でこういうのって子供向けのものですから、説明書がなくても使えるというのは大事だと思うんですけど、触ればもうすぐ理解はできると思います。電源入れるとこんな音がしまして、でここを触る、そしてこんな風にするとね、まあ今はコードが鳴ってる、こんな感じですね。こんな感じでコード演奏ができます。でここを押すとですね、この音がすると今度は単音弾きになります。ね、さっきはコード、まあ和音ですね、和音だったんだけど、ここのモードを切り替えると単音弾きもできるので、まあメロディーをね、まあ、こんな感じで、単音弾きでこう楽しむこともできる。これギターしてるなって思うのが、ここを触っただけじゃ音が出ないということですよね。ここを触った上でこんな風に、触らないと音が鳴らない。何も押さえないで弾くと、まあこんな感じで、まあ、開放弦的な音も出るので、逆に言うとそれここで間違ったなっていうのがこう分かるわけですよね。まあこんな感じで、まあ今ちょっとわざと間違えましたけど、こんな感じで間違えたっていうことも分かる。やっぱ間違えたら悔しいから、じゃあちゃんと弾こうっていうふうになる。押さえないでやると変な音が出るんだなっていうのも、やっぱちゃんとギターしてるなっていうところだと思います。で、今はそのコードを弾く単音を弾くっていうモードでしたけれども、スイッチをですね反対の方に、はい、やると今度はですね、だから触っただけでそれぞれのこうフレーズが出るような感じになります。だから本当にごくごくちっちゃい子供であれば、こっちの方が子供は食いつくと思いますね。ただ触っただけで音が出るモードでも、単音弾きっていうのができます。こんな感じで、はい、こっちの方がやっぱりより分かりやすいですよね。これぐらいであれば、本当なんかスマホでね、なんかピアノを弾くようなイメージ。でもそれはね、ちゃんとこうギターの形をしてるわけですから、まあギターを弾いてる。気分が味わえる。素晴らしいと思います。で、ここのね、なんか音符マークを押すと、なんかデモモードみたいな感じになって、まあ、こんな感じでなんかバッキング的な、音楽も流すことができます。まあこんな感じで、まあとにかく音を出してこうね、遊ぶギター気分を味わえる、そういう楽器になっています。まあ繰り返しになりますけど、さっきも言ったように、ただ触っただけでも音が出るっていうのもあれば、そのギターモードでちゃんと、
はい、ギターのようにもちゃんと演奏できるっていうのがなかなかよくできたおもちゃだと思います。だから年齢に応じてここのモードをね切り替えてあげれば、やっぱ食いつき度合いも変わってくると思うので、お子さんに買い与えてね、ギターに対する興味を持たせてほしいなと思います。電池はですね、ここに単4電池が3本入ってます。で、あのネジ式の蓋になってますので、まあここでもおもちゃしてる感じがしますけどもね、軽いですし、これプラスチックでできています。まあプラスチックっていうところで、まあ多少こうね、あの安っぽく見えるかもしれないけど、やっぱりこれ軽くできてるっていうのがポイントですね。まあ子供がね、触るもんですから、重いものは子供は食いつかないと思うので、うん、この軽さにした意味があるし、この大きさですね、うん、結構いい感じの大きさだと思います。で、これはたまたま僕が所有しているミニギター、本来のサイズからするとだいぶちっちゃいギターではありますけれども、それに比べてもだいぶ小さいですよね。で、これ実は親戚のですね、幼稚園の男の子にですね、これあげたものなんですけど、食いつき悪くて僕の元に戻ってきちゃってたんですよ。で、このスポンジボブのやつは、まあ、本当のギターなんだけれども、やっぱりね、幼稚園ぐらいの男の子、女の子は演奏するのは難しいと思いますね。こことここを押さえてっていうのが食いつきにくい。渡したとしても、大体こんな感じでこう開放弦弾いて終わりになっちゃうんですよね。だからこう音に変化がないわけですよね。こことここを押さえれば、まあこういう音がするかもしれないけど、子供は絶対そんなの分かんないから、開放弦弾くしかない。そうすると同じ音しか出ないから、もうやっぱりすぐ飽きちゃうわけですよね、うん、そこへ行くと、こちらのタッチギターであれば、はい、触るだけで、ああこういうねなんとなくギターヒーロー気分が味わえる、うん、触っただけで音が出るっていうのに、このギターのポイントがあると思うので、ぜひこちらのタッチギターチェックしてみてほしいなと思います。概要欄の方にねリンクを貼っておくので、ぜひアクセスしてみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。夏林でした。バイバイ。お、びっくりしたなんか触ったびっくりだよ、はい、簡単に音が出るのがポイントです。